島は安全だっていうことをもっとこういっぱい知らせてほしいです。観光のお客さんも大丈夫かなんていう人結構まだいますから、うん、大丈夫だっていうことをみんなにアピールしてほしいです。はい、最初はあの箱板で始まったんですけどね、あのその次にはこのメッカリ等を入れて、今40の魚種で、はい、残念ながらまだ調理がありますからね。どうですか、この鮮度とかこういう品質についてはあの品質はあの自信を持って空間整備が低かったんですから、屋外でも十分遊べるんですが、はい、やっぱり気になりますよね。そうですね、やっぱりこういう小さい子が孫がいますので、やっぱりそういう子どもたちのこれからの将来とかのことも考えていろいろやっていただけるとね、嬉しいんですよね、やっぱりね。いわきのことも、まあ、ほっとかれないっていうか、やっぱ気にかけていただいてるのかなっていうのはやっぱり思いますね。嬉しく思いますね。時間に合わせてですね、それぞれ皆様にもいろんなご不安もあるんだろうと。また4月から学校も再開します。それに伴って子どもたちですねの遊び場とか、そんなところも検討していっていただきたい。調理もですね、あのこの地域が初めての避難指示解除というふうなところもあって、それに対する思いはひしひしと伝わってまいりました。なるべくね、あの皆さんが立ち行くように各省庁とね、お話ししておきましょうなんておっしゃっていただけたから、まあ、いずれにしろ私たちは自立するべきことは自立していきますので、後の応援はお願いしておきましたけど、新たな復興が始まっていくというふうに考えですね、帰還する皆さんと共に寄り添いながらしっかりと支援をしていきたい。したようにプレハブ方法というような形でやっておりまして、福島においてはなかなか復興が進んでいなかったわけなんですけども、公営住宅が完成し始めて、復興が前に進み始めたなということを今回実感することができました。